ねえどうしよう、あれどこ行った、どこにいるというのかね、バキューン私に逆らうからこうなるのだ、覚えておきたまえ。どうしよう、ちょっとちゃんとこれは拠点を作りたいですな。とりあえずちょっとあのネザークォーツはもうちょっといらないのでちょっと捨てちゃうけど、まああのもっと取ったんですけどちょっとインベントリーがいっぱいで、捨てたというか取れませんでしたが、一応レベル37ぐらいまで上がりましたね。で一応今回無限列車の近くにやっぱり拠点置きたいから、どうまて改造すっか。なんかねやっぱり自分の拠点作るってのもいいんだけども、本当にちょうどいいところにドーマ邸があるからさ、もうこれはもう拠点にしてくださいと言ってるようなものでしょう。ちょっととりあえずまあ拠点問題もだけど、ちょっとまずエンチャントで幸運さんをつけることが大事だから、まず本棚のためにそうだね、その木を取りましょう。でもう本棚作れる状態にはあるはず、本とあと黒曜石にダイヤモンド2個、これでエンチャントテーブル作れて、本もいっぱいあるから本棚も作れると。で15個作ってエンチャント本完成よ。よしよしよし、いいんじゃないですか。1、2、3、4、5、これで OK、 よーしできました。であとはどこに建てるかだな。いや最初ドーマ邸って思ったんだけどね、やっぱり結構外に移動すると思うからドーマ邸の中まで入るのはさすがに面倒くさいと思うんですけど、大丈夫だからやっぱり玉予定かな、すぐまあ出入りできるというか、まあ、ちょっとユシロウくんが許してくれるかわかんないんだけど、いやこの無限列車はちょっとちっちゃいけどね、規模的には少し小さいけど、ここは絶対ね後々大切になってくるから、そうあっちにもた、うわーなんかでもあっちの玉予定っていいな、なんか屋根がある、こっちの玉予定ちょっと使わせていただいちゃいますか、いいですか、すいませんありがとうございます、お邪魔します、すいません失礼します、ゆしろさんいいですか、ちょっとトライアングルです、どうもどうもこんにちは、ゆしろさんどうも、これはよしといいですね、居候させてくれそうなんでさせていただきましょう。じゃあちょっとこれこの下にエンチャント台作ろう、そうここになんかねあるんですよ、だからここにちょっとエンチャント台を作るという、この地下にもうすでに作られているこの地下、素晴らしい、もうエンチャントを作ってくれと言ってるようなものでござる。よーしできたー、あとラッピスラズリがない、よしじゃあ行きますか。さあこれで効率強化5だね、これでラピスラズリを入れて頼むぞ、耐久さん来い頼むぞ、はい、余裕出たわ、幸運出た、幸運シルクタッチ、シルクタッチ幸運、はい、いやこれ幸運だぞ、シルクタッチ出せればいきます、いや経験値余裕ある、いや待ってでもこれいいんじゃない、いいよいいよ、別にこれダイヤモンドツライス耐久力もあるからいいよ、幸運さんついてるけど使おう、やった来た来た来た、でも絶対気をつけないといけないのが絶対バキンしちゃいけない、よしよし、これ取れてる取れてるね、よしよし OK、 じゃあちょっと地下行って取りに行きましょう、やった来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 ました来ました、じゃあちょこれ使おう、効率強化5の耐久さんのやつ、これでちょっと地下まで掘っちゃおう、やったI'm not afraid of the dark.
はい、ということで、今倍速でお見せしたと思うんですけど、こちらですね、ダイヤモンド鉱石シルクタッチで取りまして23個ゲットしましたので、これを幸運のツルハシで取っていきたいと思います。はい、でなんかさ、僕これ鬼殺隊ガチャがどっか行っちゃったんだよね。ちょっとごめんなさい、クリエイティブでもう一回出しました、お許しください。なんかどっか行っちゃった、あの洞窟で回収したはずなんだけどね。では、これだよね、ダイヤモンドツルハシ、幸運3、もう一気に行きましょう。ちょっとあえて見ないようにしよう。行きます。さあ行くぞー。これでさ何個になる、このダイヤモンドを全て使っていいよね、全て、ガチャに使いたいと思います。今回狙いはもちろんより一の日輪刀でござる、ウルトラレアのな。いきます。さあ55、すごいすごいよ島城。待って待て待て、すごすぎる。これは何連いける、こうだね、60連いけるよ。これはさすがに、もうてか全部出るんじゃない。あのちなみに、今後ですね、あのもしこれ仮にね全部出たとしても、今後この鬼殺隊ガチャ、さらに鬼ガチャですね、はあのどんどん新しい、ものを追加していく予定でございますので、はい、あのご安心ください。全てコンプみたいなことはないです。では行きます。これちょっと待って、隣チェスとかなんかにアイテム置いてった方がいいかな。まあいいか、いいや、とりあえず、でもなちょっと置いていこう、ちょっとインベントリーいっぱいになったら困る。ではこれでいきましょう。じゃあまずダイヤモンド4個からいきましょうか。はい、いきます。はい、さあ最初は、おお、カブラマルか。まあカブラマルはもうねあるからね、暗視自体はもうついてるしあんまいらないかな。そしていつもの安定のお弁当ですね。まあノーマルだから、ノーマルは仕方ないでござる。さあ、区内か、全部今んとこノーマル。スタートだ。おお、レアの日輪刀かなおちゃんです。はい、まあ日輪刀が集まるのはいいんじゃないか。では次、こっからですよ、本番です。ダイヤモンドブロック6個使っていきます。60連か。はい、さあま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 あ、さすがに雷来るでしょ。待て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 、これパンダンさんのじゃない多分。きたー、オリジナル竹、これ多分 SR かな、 SR、 UR、 UR どっちで、いや多分 SR か。やったー、これ強いんだよ竹の呼吸。よしよし、で羽織付きもゲットとしたけど、まあこれはでもまあ一回ちょっと煉獄さんになっとく、煉獄さんになってきましょうかね。で、うーん、足の煉獄さんは大丈夫かな。月の呼吸とか伊之助、先輩の日輪刀を、忍さん、炭治郎、なるほど。いやでもより一狙うから、でこれだね、竹の呼吸、やった、これは嬉しい。では次20連目いきましょう。はい、まあ雷来るよね。さあどんどん、あ、また SSR、 姫島さん、よーし、姫島さん使おう、これ姫島さんとりあえず使っていきます今のところ。でも竹も使いたい、竹も使う、こっちの方がいいじゃん。竹じゃなくてさ、これ竹の日輪刀なんですよ、ちゃんとした、ほらこれ、やったー。ちょ、一回寝るか、ベッティングじゃないから、ちょっと布団でいきます、布団で。よしよしよし、いいんじゃないですかこれ、今のところ非常にいいでござる。では次30連目か、いきます。ほい、さあ UR 来い来い、玄野の銃、カナオちゃん、炭治郎、エンチャント、なんだ SR ってことは、でも UR じゃないか、 UR ではないけど、あー格闘、あ、格闘4です、ありがとうございます、素晴らしいです。よしよし、いいぞ、これはちょっと大切に取っとこう。あのより一の日輪刀にエンチャント4つけよう。では次いきます。40連目か。はい、さらなる、どっ、きた煉獄さん、はっ、きたー、きたー、じゃん、よーし、これを待っていた、もうこれは対、無惨ですね、より一か、よーし、しかもこれねレベル2ってことはさ、多分通常のさより1かより強いんじゃないかな、これ普通により1かするより
攻撃力とか全体的な能力が上がってるんじゃない？なんかそんな気がする。これはマジで大切。やった、来た。では次いきます。5ジラ目スタートだ。炭治郎、竹の呼吸、そして品津川さん。あー、まあ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 、仕方ない仕方ない。 UR 一回も来ないね。いきます、最後6ジラ目来い。炎、炎、あー、より一の着物か。まあでもこんだけやっぱ UR が出にくいっていうのは分かっていただけたかな。あの最初ね、このまあパート1ぜひ見ていただきたいんですけど、概要欄に貼っておきますので、そのパート1見てくださった方だったら分かると思うんですけど、なんと3回目にですね、より一の日輪刀が出てしまうというとんでもない奇跡を起こしてしまいまして、ようやくこれが多分唯一60連引いて UR じゃない、これ多分。これ次くんより一、他多分 UR なかったはず。なのでまあでも今回これより一になれる薬をついに入手できました。 UR 来たよということで、とりあえず今回はねこの辺りで終わりたいんですけど、無事幸運の、ダイヤモンドツラシゲットできたので、今後はそうだね、ちょっとがっつり100連とか次回引いて、まあ、UR が出にくいっていうのは分かっていただけたと思うんですけど、より一の日輪刀を狙って今後もちょっとガチャがっつり引いていきたいと思います。そして、次回あたりそろそろちょっとね、自分の部屋とかちょっと効率重視なことをちょっとしていこうかなと思いますので、進捗上げもですね、進捗上げもちょっとしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そろそろね、鬼も勝っていかないと、上限の鬼とかも戦っていきたい、まず加減かいきたいと思いますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。今後おそらくこの鬼編と鬼殺隊編ガチャ、鬼ガチャと鬼殺隊のガチャね、結構更新頻度増やしていきたいと思いますので、ぜひパート1からんで、パート1どちらも多分概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらをまず見ていただけると嬉しいです。じゃあ皆さんお疲れ様です。バイバイ。